海軍のポスターで取り上げられた、月々日水木金金、月々日水木金金とは、土日返上で働くという意味を表す、慣用表現である。本項目では軍歌月々日水木金金についても記述する。元は大日本帝国海軍で用いられたのが、始まりである。海軍は、日露戦争勝利後も、勝って、兜の糸口を閉めようとばかりに休日返上で、 猛訓練を行っていた。1908年に、鶴雄造が、これでは、まるで月々日水木金金じゃないかと、ふと同僚に漏らした言葉が、やがて海軍中に広まったものとされる。戦時中には、金村井さんの意味で国民の間で広く使われた。軍歌月々日水木金金は、蒸気をもとにした、日本の軍歌である。日々艦隊勤務に打ち込む、海の男の手で、 日本軍艦が勇ましく、太平洋を進む様を、海軍軍事普及部、高橋俊作海軍中佐が作詞、海軍軍楽隊出身の江口玄吾が作曲した。この曲は、1940年11月新婦として、海軍省海軍軍事普及部推薦曲として、内田栄一、ボーカルフォア合唱団の歌で、ポリドールレコードから発売されたものの、当初は全く売れなかったという。 しかし、日本放送協会職員の偶発的なミスによるラジオ放送がきっかけとなり、瞬く間に流行歌として広く国民の間に親しまれるようになったというエピソードがある。累計で40万枚を売り上げた。なお、発売当時のレーベル表記、文句詞、新婦月報はすべて、艦隊勤務付き月日水木金金であり、 1942年6月新婦の還元楽レコードの表記も同じである。1943年8月から1944年8月のレコードの販売枚数は2万2千枚。和歌山明、伊藤久夫による戦後の新緑音もある。現在も海上自衛隊で演奏されている。作詞、高橋俊作、作曲江口よるしともに著作権は有効である。 企画品番は P-5060。ザ・ドリフターズは、軍歌もレパートリーとしており、この曲も歌って、レコード化した。また、ドリフ大爆笑の OP テーマは開始した1977年に、この曲の替え歌を使用していた。他、8時だよ。全員集合が半年間休止していた時期に、日本テレビで放送された、日曜日だよ。ドリフターズ。 の OPED テーマにも、この曲の替え歌が使われていた。ありがとうございます。